まずは区内の出来事をまとめてお伝えするウィークリーニュースです。今週はご覧の話題をお送りします。はじめは4月5日小久野原公園防災船着き場で実施された大規模水害を想定した合同災害警備訓練の模様をお伝えします。この訓練は小久、荒川、千住の3警察署に加え南千住、上野、浅草など管内に河川がある警察署が合同で実施したものです。今回の訓練の目的は大規模水害等に対する救出救助技術の向上のためこの訓練を行いました。この日参加した署員65人は警視庁災害対策課特殊救助隊の指導のもと負傷者の救出訓練に使用される装備や機材の使い方を学びました。訓練最後は遠く離れた場所にロープがついた先端部を飛ばすことができる救命柵発射銃の訓練が行われました。これをさらに練度を高めて今度は一般の方とかにも広めていって防災力の向上に努めていきたいと思います。参加した署員の皆さんはいざという時区民の安全を守れるよう真剣に取り組んでいました。続いてはこちらの話題です。4月6日区立小学校24校で入学式が行われました。桜の花びらが舞う中真新しいランドセルを背負った子どもたち。今年度区立小学校では1564人の新入生を迎えました。ここ塩入小学校には135人の児童が入学し入学式が執り行われました。1年生皆にあたって校長先生から2つのお願いがあります。1つ目は挨拶や返事がきちんとできる子になってほしいということです。2つ目は何でも挑戦する子になってほしいということです。学校でやること全部が勉強です。どんな時でも挑戦してまずはやってみよう。必ずできるようになります。また西川区長からビデオメッセージが寄せられたほか教室で入学式を見届けた6年生を代表して3人の児童が歓迎の言葉を送りました。今年の入学式は参列者を制限して各家庭2人までの出席で開催されました。続いてはこちらの話題です。4月6日サンパール荒川で荒川交通安全フェスティバルが開催されました。このイベントは4月6日から15日まで実施された春の全国交通安全運動に合わせて行われたものです。会場には日頃から交通安全のボランティア活動に取り組んでいる皆さんが集まりました。第一部の式典では西川区長ら主催者が挨拶、続いて一日警察署長に任命された俳優の由美かおるさんが交通安全宣言を力強く読み上げ、会場はたくさんの拍手に包まれました。第2部では防犯に関する講話や由美かおるさんのトークショーなどが行われました。
春の全国交通安全運動では、子どもをはじめとする歩行者の安全確保や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上などが重点項目として挙げられています。由美さんは日頃から交通安全に対して気をつけていることを身振り手振りを交え語りました。アトラクションのコーナーでは、由美かおるさんが健康維持のために実践している呼吸法も披露されました。続いては2つの話題をまとめてお伝えします。4月7日、区立中学校10校で入学式が行われました。今年度区内の区立中学校に入学した生徒は1108人。こちら第4中学校には93人の生徒が入学しました。式典では稲葉校長の式辞に続き、西川区長からビデオメッセージが寄せられました。また在校生代表から歓迎の言葉が述べられました。挨拶は礼儀を守るためだけではなく、人とのコミュニケーションの大切な第一歩です。今日初めて出会ったクラスメイト、先生方に大きな声で挨拶をしてみてください。そして明日からは私たち上級生とも気持ちの良い挨拶を交わし、交流を深めていきましょう。みんなで挨拶の飛び交う元気な40にしていきましょう。新入生代表による誓いの言葉では、中学校生活への抱負が語られました。中学校という新しい環境で緊張していますが、相手の気持ちを考えて話し、友達をたくさん作りたいです。そしてたくさんの思い出を作り、いろいろな困難を乗り越えていきたいと思います。最後に校歌の演奏が行われ、新入生は新たに始まる学校生活に胸を躍らせていました。4月7日、荒川区役所で荒川区青少年委員とスポーツ推進委員の委嘱式が行われました。荒川区青少年委員とは、青少年教育の振興のため区から委嘱された非常勤職員です。子ども向けのイベント開催など地域でさまざまな活動をしています。今回委嘱されたのは36人です。式では全員の名前が読み上げられ、委嘱状が交付されました。続いて荒川区スポーツ推進委員の委嘱式が行われました。スポーツ推進委員は区民の健康増進や体力の向上、また地域スポーツの推進を図るため、さまざまなイベントやスポーツ広場などで活動しています。今回は31人の方が委嘱されました。青少年委員とスポーツ推進委員の任期はそれぞれ2年間。区民と行政とのパイプ役として活躍が期待されます。今週はご覧の話題をお伝えしました。以上、ウィークリーニュースでした。